てる？ちょっとわかないです。3階に上がって。カメラついたの？ダメだ、海に行っちゃう人いるから。あれ、うん、津波。そうか、海が壁にいるハンドマイク、ハンドマイクある。ごめんなさい。ありがとうございます。
Thank you.
何してるの？
死ぬぞ。すいません、体調が悪いからとかいらっしゃいませんか。大丈夫ですかね。飲みすぎだけ。はい、これ見せてやって、あそこで犬食いだけにある。いるいる、カフェにいたけど。そうだ、カフェ。うん、あそこに犬食いがいる。いるいる、おばあちゃんがいるんだよ。祭りに行くのに。だって今までそうだね、仕事してるの。うん、あそこでやってる。いろいろやっぱりさ、サブ銀貨にいた、サブ銀貨にいた、バーチャルイネムがいない。いや、テレできるはずだね。違うかな、あの子ちゃんは。サブ銀貨にいた、サブ銀貨にいた。お、これだ、また これさ、思ってんだろうか。いいね、いいね、いいね。サブ銀貨にいた。これ何で出てるの？あれ、やっぱり上がってきてるじゃん、こっちよ。あの、そのほら、そこのテーブルのところ、随分ほら、ちなみにだよね、川が上がってきた。あの人たちが、市役所さんになったり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 、市
最大で。オーラバが来た。大丈夫。はい、ちょい。完全に大丈夫大丈夫。何役だけでいいんだよ。はいはいはい。大丈夫ですよ。あらあら。大丈夫だ。おお。座ってよ、じいちゃんたち。おばあちゃんたち。椅子、椅子邪魔だから。これ下に。ちょっとすいません。これちょっと開けてくださいね。大丈夫ですか。はい。いいね。
人が乗ってんじゃない、あの車の上に人がいるから。
メートルから早く。あ、そうだ。そうだ、橋から取れねえんだ。山本だ。山本全部潰れちゃったよな。山本の人だ。あそこに立ってるな。山本の人だ。これで止まっちゃったの。あ、誰なの。2波目の方は大きいかもしれない。ああ、もう待って、すごい感じになっちゃった。うわ、すごい形になってる。すごい倒れた。待って、下から待って。どこまで入ってた？
あれ誰も動いてない。ワンコ
気のせいじゃねえかよ、それは。あ、その布団は本当にあれをそこ見てるからあれまあだからできるって取ってるんだよな、これな。はいはい、あれ？あ、ひっくり返ったのか？散髪についてたの、船が見る。あ、あ、ついてた？あ、人歩いてる。人歩いてる。あ、そこ、あれか。人歩いてる。どこ？その前、正面。ん？人が歩いてる。どこ？どこ？あ？なんでそんなところ歩いてんの？何やってんだよ。あっち行っちゃダメじゃん。あっち行ったら死に行くようなもんだろう。戻れ。あ、どうか、ちょっと出ます、すいません。完璧にいる人近づかないで陸に向かってきて。あ、まだ来たの、ほら上がってきた、上がってきた、上がってきた。ああ、地鳴り来た。津波の地鳴り。これ地震じゃなくて津波の地鳴りだから。大丈夫大丈夫。所長。皆さん上に上がってください。あ、動けないんだ。来た、うん、あの人はもう動けないんだ。うん、動き取れない。あれはもう終わりだ。うん、あの人はもうダメ。うん、あー来た来た。もうあそこのあの T の字のところ歩いてるでしょ、まっすぐ。あー、ほら完璧。死に行ったようなもんだ、あれ。あー、いなくなった。あっち登ったんだろ、倉庫街に。来た、2波が。2波が来た。うん、上がってきたでしょ、僕。手前が、あの、基礎見えてるでしょ、それなのに水がこっち来てるでしょ。うん、それが2波。今2波来てるんで、ちょうど引き波に乗ってるから、さっきよりはまだ、あのところおとなしいけど、あそこら辺に渦巻いて始めたんで。船出てった。一番さん緊急で。ほら、でかいのが。あっちの山に登った。あ、見せ場に来たんだ。うん。製鉄所の、やつも壊れたね。あ、津波に飲まれに行ったよ、タンカー。来た。うん、1波目の泥が飲み込まれて、壊されたんだよ。大丈夫大丈夫、みんな座ってた方がいいですよ。こういう時に一番怖いのは体力消耗することだから、スペースあったら座れる人は座ってね。今来てるからまだダメ。近くに水があったら、これの人から伸ばしてあげて。
山地じゃないか。河合さん、そこら辺に水あったら、高齢の人たちは体力つらいだろうから、ちょっとずつ水をあげたいんですけど。ない？ないかな？会議室じゃなくて階段あたりにあったらっていう話。なかったらないでいいですから。所長があれ取れだって。どれ？あっち側のぶつかってるところ取れみたいな話。ああ、総裁されてんだしね、引き波に。うん。あ、人いた？何？人いた？人いるのか？あ、いたいた。どこに？ここ。小屋のとこだ。ああ。はい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 。おお、下走ってんだ。うん、川沿い走ってるわ。登れないか。登れるだろう。ちょうど式並みに乗っかって上がんなかったね、今の津波が。え？うん、来てたけど、引き波にちょうど同じ強さだから、震災されて、あんまり上がんなかった。ラジオ、もう引いたな、ずいぶん。また。また引いた？ほら、下駐車場出たじゃん。引き始めたよ。さっきの人大丈夫ですね、多分。うん。ちょうどほら、相殺されてからまだ低いんだよ、こっちが。最初にホテルあたりを使ってて、中からホテルかどうか分からないですけど、真上に上がるので、高さ4メーター？ 4 メートルじゃない？登ってきた。人が登ってきた。登ってきた。蜂のとこに。おお、助かったんじゃん。橋の上さ登った。こっち来れないですかね。あれ無理だろう。あの流れでも結構足取られるもん。あの流れが怖いんだ、一番高齢者。これますよ。まあね。何してんだろう。大丈夫大丈夫。早く。終わったと思ってんじゃねえだろうな、あの人。何してんの？こっち。こっちの建物か、奥の国際山に登って。こっちに来た方がいいよ。
よく生きてたな。よく生きてたな、本当に。防波堤の方から川の方回って、川の横を登って、走って、走り上がって、登ってきた。走ればいいじゃん。もう疲れたんじゃねえのか？あ、消えた、消えた。あ、来てる、サンパ来てる。あ、泡立ってきた。防波堤のところで。水没してるんだけど。サンパ来てるんで急いで上がって。42型テレビぶっ壊れてんな、マスクラで。命があっただけめこも。サンパ来たな。サンパ来てるんで上の方に来て。サンパ来てるんで上に登って、なるべく。サンパ来てるから、うん、今度引き波がないからちょっと登ってきてるね。船流されたんだ、でかいの。あ、来た来た来た。壁があれ、もう割れそうになってんじゃん、津波の威力で。サンパの方がちょっと高いな。でかいでかい。流れ込みが。あのおっさん。え？サンパの方が。どうだよ、今回津波までつくと降りる時間あるから心配してると体に悪いよ。もう津波散歩来てるぞ。さっきの日じゃないか、高さは。あの建物一回全部持ってかれてるな。警察署も結構強いな。皆さん、すぐにそこを閉めたい。
毎日線がある。もうちょっとなくなっただろうよ、これ。足の体が先取り。あ、これ。あ、よかったね。¡Gracias!
それから、インドの特徴を、認識もね、大崎に、
発生して
階段を作り、そして川からは速やかに離れるようにしてください。速やかに離れるようにしてください。特に地上の方と向き合って落ち着いて行動をしてください。特に警察や体の不自由な方など災害者の家の位置は何度も近くまで離れるようにしてください。声を掛け合ってください。被害者がいる場合、防止措置をしてください。これは、国が、この人の方と
危ないですよ。あ、大丈夫でした？大丈夫です。大丈夫ですか？中、2階？ちょっと待ってください。もう収まってるんで大丈夫ですけど、ちょっと待ってくださいね。ハスが、山本の長谷川さんが下にいて。え？山本の長谷川さんが下にいて。入れます？山本の山本さん、山本さん、山本さん、下に3人くらい暇いるんで。え？下に3人くらい暇いるんで。大丈夫ですか？はい、ここから。ええ、やめましょう。危ない危ない。アリアのログナーの川の堤防ないんですよね。はいはいはい、全然足らなかった。
って鮮明見える？え？鮮明。どこですか？あの船。屋根の上の。あ、船。うん。あらが庭だでね。うん。見ない。なんていうか、何？あらが庭だ。これ、これ見てください。この何使うの？根が。いや、鮮明。目悪がらさ。ああ。船の番号に。番号はわかんねえ。234。番号はわかんねえ。これは天天丸ですね。お父さんの船ですか？いや、違うです。そばにだった船です。な、どれ？これ天天丸。あ、これか。うん、またすごい木ってことはでかいのかな、下見えてます、ね、あそこでなんかあそこに引いてぶつかってるとこ、あっちの下が見えてますもん、7班が、あちょっとあのでかいのあっちまで流れたんだ、そこに出る、今、早く来られる。
携帯電話の対応電話番号は電話が取りにくい地域に限られています。携帯用電源会社では携帯電話の対応電話番サービスを運営します。
避難所のバスなどの項目から該当するものを選んでください。100文字以内のコメントも登録できます。アイモードとヤフー携帯は1つの海外でのサービスを終了するまで EGWEB は流れてくるの。うまく。なっちゃいましたね。どうしてくれましょう。中妻寮なんともなければいいんですけど、ダメっぽいですね。あ、最後の。はい、ごめんなさい。
これも火ですね。燃えちゃいますよね。通報もできないですしね。ついてダメなんでしょ。し、うん、消しにもいけないですし、まあ風で消えてくれればいいですけどね。風で回しますよ、あれで広がんで。どうしようもないですもんね。こっちもさっきから煙出始めた。そうですね、あの辺も出てますね。ならないですよね。あの辺も、あ、そうですね、石炭のとこですよね、石炭燃えたらもう、大変ですね。すいません、タバコ吸う、ありますか、貴重なタバコですよね。あれ、高井さん、上、多分あれ無塩化に火ついてるんですよ。何や、無塩化に火ついてるんですよ。あらこれ、調整もないですけど、無塩化に火が、あらら、そこに消防もどうもないですよね。あらららら、ら、みんな見えてるから、どっかで使う意味あるよ。何がね、あの話しかけるおじいちゃんから。まだ火ついちゃったもん。火ついちゃったな。やっぱり俺口座やったの間違いじゃねえだろ。津波の後火事怖いって。やっぱり口座して歩いてくるんですね。あ、
回やったのに最初だけ助かる。火事だな。あそこも火事だ。結構今回早いんだけど。今回早いんだけど。あの流れ。流れが勢いありますね。あのずーっと引いてった分だけ。いやー、さっき2班3班見てるとね、こんな波の上がり方しないんだな。ちょっと。でも盛り上がらないだけいいよ。行く場所あるから。場所あるからね。これ流れてるじゃない。こっちから降りてきたね。あのだから。また上がってくるかもしれない。ここだけなんだ。これを続かないと思うんじゃない。多分丸一日続くんでしょうね。ちょっと総務課長とさ、話呼んでくれた。まあ、いいじゃないですか。あいつら一番頑張らないこれ具合悪くなってきたの。あそこのあれあれはこの火か。うん？ガラスで屋上の上で火がチカチカするのあれ。あれ火事です。違う向こうの石炭中バンコ。いやあの屋上ね。燃えてますあれ。あれ屋上で火炊いてるの。火炊いてるの。火炊いてる人が自分たちの位置知らせてんだと思います。火炊いてるような感じなんだよな。うん。あの火事だと中から。分かるけど、ただ俺はどうなのか大事なわけ。ごめんなさい言い過ぎだった。ごめんなさい。あと、さっき確認できたの、そこのホテルの屋上にも来ていますね。うん、グランドホテルね。グランドホテル。俺、痛風になったからな、この方は。走ってよ、関節。俺も痛いんだ。いや、ごめんなさい。痛い。ようこそ僕らの世界に。でそれ終わったらどれだけ人数高専が避難してる人数最初かけてでうちの職人の人数かけてで、はい、どうやって分けるか、はい、そっちに決めてもう時間暗くなるから確認してください、はい、でそれ終わったらあと配分しますから、はいねで、あとの人方は、あのお茶とかお湯あるうちは飲ませてもらってください。飲ませると思うけど、3分の1。体調の悪い人は確実に聞いて、副所長室とか、ここのソファとかさ、休ませるってことにするから、で、どうしても会議室やな人、そこの事務所のお湯フロアのところがいいって言えば、そっちにさ、もしお腹の方は。トイレにこれ2個置いてください、はい、トイレ2個ね、2個つけといていい、もうはい、お前、木あんのかよ、まず中に入ってます、中に入ってます、中に入ってます、あとパソコンにしとった方がいいな。
ここは10個あればいいかな。あと、会議室ね、もう少し暗くなったら、食事与えるときにもう少し、はい、明るくして。とりあえず現実を見どころなんですね。一夜明けたんで。あれ、建物との関係あったよ。そうですか。ええ、ちゃんと、あの、青いやつだけど。まあ、ないですね。なんか、どっかから流れてきた。ああ。流れてきたやつです、うん、
佐々木さんの車が届いてるよ。届いてよし。うわ、この状態です。すごいな。これも危ないな。役所の車もちゃんとな。これが鈴木さんの車、道の真ん中。邪魔だよな。撤去撤去。あれ、何のところへ行けそうなんですか。じゃあもっと見られたもんじゃないです。ああ、すみません。お世話になります。はい、はい、
はい。まだ水になってる。まだ水になってる。まだ怖いからって言うんだよね。あれか。